俺も1回目かな。だよね。なんか雰囲気的に雰囲気がいいよね。うん、な感じはしますね。どうなの？シータカ的に。俺は1回目かなって思うんだけど。つかみか違うのか、もろボーカルがこう浮き彫りになってくるじゃん。まあそうですね。うまいのを取るのか。いやだろうな。ちょっとでも それで考えても1回目の方がいい気がするね。なんかやっぱなんか印象的にさ、なんかちょっとこ個性がいらん形かもしれないけど、なんか別に狙ってないかもしれないけど、ちょっと あったりしないかなっていうのは。そうだから感じ、こなれてるでしょ、3回目。慣れてるよね。慣れてるよね。慣れてんなと思って。そっちじゃない方がいいんじゃないかなと思う。どうですかね。難しいね。おかしら、おかしら、おがつきましたね。3かなと思ったけど、そう言われるとそうだよね。なんていうかやっぱり、うん、まあどうかな、まあ聞き慣れてくると慣れてるやつの方がいいなとか思ったり、する瞬間もあるかもしれないけど、やっぱ最初の直感を信じた方がいいのかなっていう感じは。でもまあどちらもいいんだよ。ああまあ発するしましたね。発するしても耐えられるっていうのがいいよね、機材が。でもやっぱ絶対楽だよね、今日撮っといた方がいいやん。絶対楽。10日ならコンプかけてたんだけど、さすがに。でもやっぱ、頭張り付いてる感じがするかもしれない。でもそんなひどくないよね。うん、ボーカル撮りを終えた内田君、通称宇都宮君。長くなってる。ちょっとここで一言だけお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。まず握手しようぜ。あ、もう取れちゃった。頑張ったな。ありがとう。どうだったか。楽しかったぜ。そっか、やったぜ。いいものできるといい な、うん、これも楽しみだ。しみ、帽子取れないの。みんないじくって俺を。おうおう、浅いです。老けたな、いるし。嘘、似てると思う。いや、似てる似てる。ただ、なんかあのねのねの原田に似てるんだけど。